皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南美容 AGA クリニック新宿院長のドクター笠井です。本日はですね、ノンシェーブルダブルマトリックスについて解説させていただきます。まあ、このようにですね、一本一本髪の毛を点毛するんではなくて一本一本切ってですね、短く切って、スマート FUE で採取します。まあ、通常通り、ダブルマトリックスをこのようにですね、作成します。まあ、特殊な機械で、まあ、細胞と同じ約50ミクロンの大きさまで細かくしていくとですね、このように液状になってくるんですが、約 4cc 作ってそれを薄毛部位、まあ、ご本人の希望のところに、この方は女性で美満性なので全体的に注射します。チャンネルでは髪の毛、AGA、植毛、眉毛など毛の悩みについて解説しています。チャンネル登録よろしくお願いします。